学園市長からのご挨拶でした。ありがとうございました。それでは皆様お待たせいたしました。これより湘南平塚花火大会実行委員会実行委員長であります福沢平塚市観光協会会長の開幕宣言により打ち上げを開始いたします。皆さんこんばんは。昼間雨が降りましたので、皆さんは今日の花火大会が昨日から実際に行われたのか、たくさん実際に行われたのか、無事にできることになりました。ありがとうございました。今日の花火大会で実際に行われたのか、各地のようには今日からよく参加しております。花火大会の魅力は日本にとってはできない一つの特徴でございます。その前に私たちは花火大会の人事になりました。皆さん一緒にこの夏の一つの思いをこれから皆さんの人事に参加したいと思います。私が会場に行くと花火が上がることがあるんですから、皆さんぜひ一緒に私と転換運動を上げますので、一緒に転換運動をしていただいて花火を上げていきたいと思います。よろしくお願いしたいと思います。それでは入れます。株式会社 UTK システム